皆さん、こんばんは。パッションチャンネル、笹の葉きららの一人旅チャンネル。今回で211回目になります。今回は、福祉の父とも言われます、石井十二さんの記念館、岡山にある、石井十二さんの記念館に行ってまいりましたので、そちらご紹介させていただきます。それでは今回もよろしくお願いいたします。でパッションチャンネル笹の葉きららの一人旅チャンネル、今回で211回目になります。今回は岡山県にあります、児童福祉の父と呼ばれている石井十二さんの記念館に行ってまいりましたので、そちらをご案内させていただきます。それではご覧ください。どうぞ。ということで、岡山にあります児童福祉の父とも呼ばれている石井十二さんの記念館、ご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。もうすごい坂、かなり急な坂をぐっと山を登るように、わーって登っていって、そこの上にある場所にあるところなんですけれども、すごく、行ってよかったなというか、とてもいい、お話とかも聞けて、いい経験ができる場所になりました。私が、マジックを やってるっていう関係もあるんですが、おもちゃの研究をしていたことがあって、石井十二さんは、そのおもちゃの研究をしていた時に、お話を聞いてずっと興味があったので、今回岡山に行った時に、そこの記念館にも行くことができてよかったなと思っております。それではまたお会いいたしましょう。バイバイ。